もともと西麻布の天っていう店にすごい、いつもいるんですけども、もう正直、酒癖は僕の知っている中でも1人を争うぐらい悪い,悪いです。朝4時ぐらいかな、僕家で寝てて、じゃあ、あの、キャンキャンの女の子から電話かかってきたんですよ、モデルの女の子から。坂田里香子ちゃんっていう、もう結婚しちゃったんですけど、でガーシュ起きてたって言うから、いやいや、寝てたよと。で、ゴー君一緒って言うから、いや、ゴーとは今日会ってないよって話をしたときに、えー、ゴー君に呼ばれてると。 30分もせんうちにまた泣きながら電話かかってきて、話を聞いてほしいって言われて、何があったんっつったら、喋、えー、る間もなく寝室に連れていこうとしたから、いやゴー君あかんって、私、セイリアと。今日できないよって話をしたら、ゴーがあの帰れと。ぶち切れたらしいんですよ。まあまあ、セイリアの何しに来てみたいな。用ないから帰ってくれと。 って言われたときに、いや、私、ゴー君にウーバー呼ばれて、ここまで来たけど、財布も何も持ってきてないし、言ってんかお金ないって言って。どうやって私帰んのって言ったら、いや、お前のカバンの中に1万円投げ入れてるから、その1万円でタクシーって帰れって言われたと。また電話かかってきて、ゴー君が入れてくれた1万円入ってないと。じゃあ、ゴーにもう一回電話してウーバー呼んでもらいって俺が言ったら、まあもう電話出てくれないと。だ結果、ゴーは1万円入れてなかったんですよ。彼女のカバンの中に。 で、どうしたらいいって泣きながら言うから結局僕がウーバー読んで。で、とりあえず話をしたいというからん日まで読んで。で、そっから俺起きてそのことはいろいろ話したんですけども。